大事をとって一日くらい休まれてはいかがです。やはりまだ治っていないようですね。何が大げさですか。昨日の今日で風が感知するわけないでしょう。無理をして振り返したらどうするおつもりですか。慣れない熱を出して頭がおかしくなりましたか、ミス・アリス。私は子供ではありません。自分の食事くらい自分で何とかします。それにその弁当作りというのはあなたが無理をしてでも行わなければならないことなのですか。賢明です、ミス・アリス。そこをどいてください。片付けは私がやります。いいから休んでいてください。ちなみに食欲はありますか。ならソファーにでも座っていてください。昨日のおかゆ程度の料理でよろしければ。何を喜んでいるのですか。早くここから出て行ってください。出ないと何も用意できません。そうですか。そうですね。別に外食することもありますし。ハンバーガーなど。コンビーフ。あなたと話していると誘導尋問にかけられているようです。私は肉料理が好きです。何でもないです。
そんなにその花がお気に召したのですか？そうですか。薬を飲んで、また寝てください。それでも、寝てください。私はあなたの使用人ではありません。友人でもありません。わかっています。あなたもしつこいですね。褒めていません。問題ありません。私はあなたと違って体力があります。ええ、そうです。あなたは私を信用しすぎなのでは？私は警察官とはいえ、この家の人間ではありません。私が悪者だったらどうするんですか？いえ、違います。あなたはさりげない牽制がお得意ですね。一見素直な発言に見えて、その実相手に自分を優しくするように暗示をかけている。いえ、あなたはそうやって今まで狡猾に生き抜いてきたのでしょう。昔からの観念で考えればそうなるでしょうね。体力の差は歴然としています。モラルの崩壊だ！なあなあ、今日俺ん家来いよ。ばあちゃん、連れてきたぜ。おやま、かわいい坊やだね。俺のばあちゃんに何すんだよ、この野郎！
こら、何してるんだい。ライダ君、なんで俺まで殴るんだよ。何言ってんだい。先に手を出したのはお前だろ。ほら、謝んな。ごめんな。ほら、あんたも謝るんだよ。ほら、これで仲直りだ。喧嘩するより仲良くした方が楽しいだろ。仲直りの記念におばあちゃんがケーキとぶどうジュース用意してあげるよ。やった、俺ばあちゃんのケーキ大好き。そうかい。なあ、ばあちゃんのケーキうまいだろ。どい、そんな遠慮して。まだまだあるからいっぱい食べなさい。子供は食べないと大きくならんよ。おう、俺はでっけえ大人になるんだ。そうさ、でっかい大人になっておばあちゃんに見せておくれ。ばあちゃんはすっげー器用なんだぜ。このフードもばあちゃんが作ったしな。ちょっとおいで。うんうん、よく似合ってるじゃないかい。ズキンだよ。俺とお揃いだな。これをかぶればもううつむかなくて済むだろ。ありがとう。Thank you.
遅い。俺が悪いんです。だから許して。なぜここにあなたがいるんだ。ここは私はなぜあなたを。すみません。じゃなくて、なぜ私はあなたを抱きしめて。まさか私はあなたと。すみませんでした。何もしていません。
あの男としては責任を取るべきなのでしょうか。そうですか。いえ、全然。犯人。どこで見ましたか。誰もいないようですね。あなたはここで待っていてください。私は外を見回ってきます。全言撤回します。あなたは私から離れずについてきてください。あ、ちなみに私の半径1メートル以内に入らないでください。誰かが侵入した形跡が残っていますね。これは接触した際の振動によって鈴が鳴る仕組みになっているのです。それが破壊されているということは、おそらく誰かが足を引っ掛けたのでしょう。ありえないということはないですが、設計上、小動物程度の力では壊されないようになっています。それにあなたは、怪しい人影を見たとのことですが。そうですか。断定はできませんが、その可能性は高いですね。怖くないのですか？そうですか。音が鳴る仕組みなので、よほど頭の緩い人間でなければ気づくのではないでしょうか。ちなみに、部屋の中には侵入されていないようですね。申し訳ございません。私がいながら犯人を取り逃がしてしまうとは。そうですね。とにかく確認したので中に戻りましょう。大丈夫ですか？このようなこともありましたし、精神的にも体力的にも。
そうですか。ええ、まあ。嘘を言ってどうするんですか。ありえません。気にしないでください。あなたに風邪をひかせてしまったのは私です。そのせいであなたにはただいなご迷惑をおかけして。そうかもしれません。え？そんなことはどうでもいいでしょう。そんなことより犯人を捕まえる方が先決です。そうです。別にあなたのことを考えて見つめていたりなどしていません。本当だと思います。勘違い。私が出ます。はい。いえ、違います。はいはい。では失礼します。そのようです。わかりません。ええ、まあ。